鈴木浩二は日本のオートレース選手。長野県出身。14期、伊勢崎オートレース場所属。鈴木浩二は伊勢崎の中堅レーサーとして知られている。デビュー当初は川口に在籍していたとも言われるが、定かではない。ただ、14期までの選手で、伊勢崎に所属している選手は全員束から移籍してきているため、伊勢崎以外のレース場に在籍していたことは、 間違いない。アメ号車として有名であり、また、身長163.1センチメートル、体重61.6キログラムという、重量級レーサーとしても知られている。現在では一選手としての鈴木工事よりも、オートの絶対王者、高橋三つの師匠として有名となっている。これまで、幾度かタイトルを手に入れるチャンスがあった。しかし、 そのチャンスはいずれも実を結ぶ結果には至らなかった。その中でも特に著名なのが2000年に船橋オートレース場で行われた SG 第19回オールスターオートレースの優勝戦であろう。このレースは雨が止んだ状態で行われた。止んでいるとはいえ、走路はしっかりと水を含んだ状態である。この優勝戦に鈴木は進出していた。 このレースは0メートル20メートルから30メートルという半で構成であった。0メートルには2級者ながら優勢を果たした、久門徹トールが短期で並び、鈴木は20メートルの嘘と、後方30メートルには浜野厚、池田正和、島田信弘が並んだ。この有利な位置と得意のアメソールを利して、鈴木は中盤まで単独2番手で独走。 戦闘で逃げ粘る悪くに少しずつ迫っていった。しかし、6周回2コーナーで、まさかのスリップをしてしまい、あろうことか、雨を苦手としている池田に裁かれてしまう。その後、7周回目のホームストレッチから1コーナーにかけて、今度は池田とく門を2社まとめて、内から裁くも、やはり2コーナーで滑ってしまい、再度池田に差し返されてしまったのである。その後、 最後まで池田の因を狙い続けたものの、最終的にはタイヤが終わってしまい、島田に裁かれ三着に沈んだ。ゆうを逃した弟子の三木の分も頑張るという誓いは、破れてしまった。このレースの後、鈴木は、信仰のある岩田幸雄に、自分は、一生こういうタイトルには、縁がないんだろうなぁ、と漏らしたと、実況アナウンサーの北島京が後日語っている。 その後、同じく2000年に地元伊勢崎で開催された SG 第4回東西チャンピオンカップでも2回目の優勢を果たしたが、この時は終始後方を走るだけの結果に終わってしまった。その後は校長と不調を繰り返し、相変わらず中堅という位置にいた。しかし、そんな鈴木に最大のチャンスが訪れる。2007年6月に地元伊勢崎で開催された。 共同通信社会の GI プレミアムカップオートレース。この時、鈴木は久々の校長の中にいた。そして、順当に勝ち上がると準決勝戦も突破し、優勝戦進出を決めたのである。しかし、この優勝戦である問題が発生した。というのも、この開催では、初日からずっとランク順による半で枠順を徹底していたのに、 優勝戦に限っては0メートルのオープンレースで、抽選により枠順を決定することになったのである。鈴木は、優でメンバー中ただ一人永久の選手で、本来ならば10メートル前、もしくは10メートルオープンの最内一番車に配置されるべきであった。鈴木は抽選の結果7番車になったが、この枠順は0オープンのレースでは、不利な枠順と言われる。そして、優勝戦。 思想ではト突の一番時計をマークしたものの、やはりオープン戦ということもあり、あまり人気はなかった。レースは5番車の池田正和がフライングを切り、サイドのスタートを迎えた。その後、鈴木は中段後6番手につける。前方では、全国最強の雨の鬼、岡部聡氏と、前年度優勝のディフェンディングチャンピオン東尾の正道、さらには、 前年度準優勝の有吉達也が熾烈な戦闘争いを繰り広げていた。鈴木はレース中盤でまず3番手に交代した東、小野を裁くと2番手を走る有吉を長距離砲で一気にばき、単独2番手につけた。そして6周回目のバックストレッチから3コーナーにかけて戦闘を走る岡部をこれまた長距離砲でばいたのである。 この瞬間、伊勢崎オートレース場にはそれまで聞いたことがないと言われるほどの歓声がとどろいた。しかし、4コーナーで膨らんでしまい、再度岡部に差し返されてしまう。その後、鈴木は岡部に対しつかず離れずの距離で追走。そして、最終周回のバックストレッチで、今度は岡部の後方でぴったりと車を合わせ、3コーナーできれいにさばき切った。この時の歓声は、 先ほどの歓声をさらに上回るものであった。そして、そのまま、サイドインを狙う岡部を抑えつつ、大勢のファンで埋め尽くされた正面スタンドを見ながら、ゴール戦を通過、優勝を飾ったのである。鈴木にとっては、これが、初めての GI 制覇だった。そして、この優勝は、GI レースにおける最年長初優勝とデビュー以来、最遅初優勝の新記録でもあった。さらに、 この日は自身の結婚記念日でもあった。レースを終えた鈴木のもとには、ゆうを逃した弟子の三木や多くの地元選手が集い、この異業を称えた。それは7年越しで三木の分まで頑張るという誓いを果たした瞬間でもあった。当時伊勢崎勢は不調で、唯一 SG を取れる可能性を持っている高橋三次は SG 出場禁止処分を未だ受けたままであり、 しかも今回は、幽霊を逃してしまっていた。地元の記念だけに、地元勢の制覇を願ったが、事前の旗色は、東小野の連覇か岡部の優勝のどちらかで、鈴木が優勝するとは夢にも思っていなかったのである。それだけに、鈴木が最初に岡部をさばいてからは、車検を持っているかどうかに関わりなく、ほとんど皆が鈴木を応援するという事態にまで発展し、最後は、 コージコールの大合唱まで起こったのである。優勝選手インタビューで、鈴木は幾度となくファンの声援がなければ勝てなかったと言った。そして、このレースは2007年のベストマッチオブザイヤーにファン投票で選ばれた。2008年1月17日に行われた平成19年オートレース選手表彰式にて表彰が行われたが、あいにくこの日は体調を崩していて欠席。 代理として、弟子の高橋光群がトロフィーを受け取った。ありがとうございます。